日曜日はやります。これはもう始まってんのかな、負けられない戦いも。徳里です。自己紹介お願いします。背番号42番ポジションディフェンダーの杉山浩二です。サッカー以外の特技は何ですか？最近キャンプを始めたんですけど、火を起こせるようになったので、なんでまあ特技かどうか分かんないですけど、火を起こせます。はい。学生時代の一番の失敗を教えてください。高校時代の話になるんですけど、チームのルールを破って坊主になっちゃいました。はい。高校時代に一番点数の低かったテストの教科とその点数を教えてください。まあ、数学が一番できなかったんですけど、点数ちょっと曖昧ですけど、多分60点ぐらいだったんです。うわ、すごい。東京武蔵野ユナイテッド FC の中で選手人気投票の票を入れるとしたら誰に入れますか？その理由も聞かせてください。まあ、イケメン多いんでちょっと迷うんですけど、中で思った谷本選手は、まあ、一番イケメンかなって。チャーミングな笑顔と、素敵な性格をしてらっしゃるので、谷本選手は、まあ、僕自身が推しです。